マンチェスターの音楽シーンを作ったバンド、バズコックス。今回は、彼らの結成から81年の活動停止までを見ていきましょう。全盛期のメンバーは、ボーカルギター、ピート・シェリー、ギター、スティーブ・ディグル、ベース、スティーブ・ガーウェイ、ドラム、ジョン・マーです。なお、結成時の中心人物、ハワード・ニボートは、EP を発売後に脱退。ポストパンクバンド、マガジンを結成します。1975年、ボルトン大学に通っていた、ハワード・トラフォードは、バンド結成を考えていました。ベルベット・アンダーグラウンドかっけーよな。シスター・レイ、むっちゃいいわ。まあ、こんなバンドが作りたいな。よし、いっぺん学校に、シスター・レイ好きな人って張り紙貼ってみようかな。メンバー集まるかも。当時、彼がハマっていた、ベルベット・アンダーグラウンドの曲、シスター・レイが好きなメンバーを探すため、大学の掲示板に、メンバー募集の広告を掲示しました。え、何これ？え、バンド募集なん？シスター・レイ？シスター・レイ？何それ？全然わからへん。おうおう、そうなんや。うん。まあ、じゃあ、あなたはいいです。これを見て応募してきたのが、ピーター・マグニッシュでした。うん？何何？バンド募集？うん？シスター・レイ？もしかしてあのベルベット・アンダーグラウンドの曲の？お茶渋いやん。ちょっと連絡してみるか。すんません。シスター・レイって書いてあるの見て、ピンと来ました。いやー、シスター・レイ好きって、激渋やないですか。いやー、あれ見てピンと来てくれたやろ。ありがとう。じゃあ早速バンドやろうぜ。二人はドラムを迎え入れバンドを始めます。ピーター・マグニッシュは芸名をピート・シェリー、ハワード・トラフォードはハワード・ディボートと名乗ることにします。なあなあハワード、俺名前変えるわ。ピーター・マグニッシュ改めピート・シェリー、むっちゃいいやろ。お、むっちゃいいやん。俺も変えよう。俺、何しよう。トラフォード、改め、ディボート。お、俺は、ハワード・ディボートで行こう。1976年4月に大学で初めてライブ演奏を行いました。ベースにガース・デイビス、ドラムをミック・シングルトンが担当しました。バンドもメンバー揃い、ええ感じになってきた。が、しかし、何かが足りひん。そう。ファッションのようなもの。おい、なんじゃこりゃ。え、どうした？なんかおもろいの乗ってる？いや、この新しく出てきたセックスピストルズっていうバンド、かなりヤバそうなんですけども。え、マジで？ちょ見して。うわ、マジでこんなやつら出てきたん？ほんまかな。ある日、ピートとハワードは音楽誌 NME のレビューでセックスピストルズを知ります。二人はセックスピストルズを見にロンドンへ向かいました。いや、しかしほんまセックスピストルズってそんなヤバいんかな。いや、俺は信じてないけどな。そこまでのバンド、そんなすごないんちゃう。おいおい、まずロンドンよ。おい、マンチェスターと全然ちゃうかな。なんかえらいなんか、あれ、すげえ、なんかすげえことなっとんな。う、マジか。やべえっす。すげえ、衝撃受けたっす。地元マンチェスターに戻った彼らは、ピストルズをマンチェスターに呼ぶ計画を立てます。ピストルズ、すごかったな。ほんまやばかったよな、ピストルズ。よし、この町、マンチェスターにピストルズ呼ぼうぜ。お、それむっちゃいいやん。いや、ピストルズを呼ぶことには成功しましたが、僕らのバンドがそのピストルズのライブの前座で出ようと思ってた僕らのバンドがベースとドラムおらんやん。
ピストルズをマンチェスターへ呼ぶことに成功した2人は前座で出演を考えますが、メンバーが揃わず断念します。マンチェスターで行われたピストルズのライブの観客はわずか42人。しかしこの中にはジョイディビジョンやザ・スミスを結成する人物やマンチェスターを代表するレーベルを作ることになる人物が含まれていました。いやお疲れ、うまいこと言ったな、ピストルズのライブ。せやけど次来てもらうときにはほんま俺たちのバンドが全然やりたいよな。バンドはベースにスティーブ・ディグル、ドラムにジョン・マーを迎えました。どうもスティーブ・ディグル言います、よろしくお願いします。どうもジョン・マー言います、よろしくお願いします。バンドは7月に開かれた2度目のピストルズマンチェスター公演の前座でデビューします。いやピストルズの前座うまいこと言ったな、お疲れお疲れ。さらに、朗報があります。9月のロンドンで行われるファンクフェスティバルに僕たち出演が決定しました。9月にロンドンで行われた100クラブのイベントに出演しました。2日間行われたこのイベントにはピストルズ、クラッシュ、ダムド、スージー&バンシーズなど名だたるパンクバンドが出演しました。いやー乗ってるよな俺ら、確実何か乗ってるよね、ほんまええ感じすぎるよな。この流れで EP 作ろうぜ EP。 それむっちゃええやん。けど問題はマネーっすね、マネー。いやほんま身内から借りよう、身内からみんなかき集めんぞ。バンドは EP の制作に踏み切ります。おかん話あんねん、聞いてくれ。なんだ息子そのシリアスな感じ。おかん俺の夢のために金貸してくれ。よ久しぶり、最近調子どう？おう久しぶり。調子ほんまあばやで。なんなん、なんで呼び出したん？ごめんお前の調子なんかどうでもええね。バンドで EP 作りたいから金貸して。おうおうおう。メンバーは自主制作するために友人や家族から500ポンドを借りました。1976年12月 EP の制作が行われました。プロデュースはバンドが招聘したピストルズのライブを見に来ていたマーティン・ハネットが担当しました。いや自分らが呼んでくれたピストルズやばかったよな、あれに負けへんぐらいの EP 作ろうぜ。うっす、お願いします。1977年1月に EP スパイラルスクラッチが彼ら自身のレーベルニューホルモンズよりリリースされました。この作品がハワード・リボート傘下の唯一の作品となりました。いやしかしレーベルすらも自分らで立ち上げて作っちゃいましたよ EP、 まさに Do It Yourself ですわ。バンドはインディーレーベルを設立した最初のパンクグループとなりました。EP は1000枚をすぐに完売しました。その後バージンのマンチェスター支店の助けを借りて1万6000枚を販売しました。ちょなんかごめんすげえ言いにくいんやけど、もうなんか想像しのに疲れました。ほら大学に戻るっす。マジで自分の作ったバンドやん、ほんま。そうな、俺らやんで。EP 発売後ハワードがうるさいのに疲れたと言って大学へ戻るために脱退します。しかしハワードは新たにマガジンを結成しポストパンクバンドとして活動していきます。いや想像しのに疲れた言うてバズコックスやめたけど、やっぱいいよなバンドは、やっちゃいますよね。ハワード脱退後ピートがボーカルを受け持つことになりました。さらにスティーブ・ディグルがベースからギターに交代しました。いやボーカルどうする、誰がやる、お前やる、俺がやろうかほんなら。いやそれやったら俺がやろうか。もう そんな感じやったら俺がやるわ。ああどうぞどうぞどうぞ。よう久しぶり、ついに俺の出番が来たな。ベースにはガース・デイビスが復帰しました。
いや、契約してくれてありがとうございます。これからはもうバズコックスさんの時代ですわ。バンドはユナイテッドアーティストレコードと契約します。1977年11月、シングルオーガズムアディクトを発売しました。この曲は性的な内容を含むという理由で BBC では放送禁止となりました。せっかく戻ってきたのにクビなった。シングルを発表後、ガース・デイビスがアルコール問題で解雇されました。新たなベーシストとしてスティーブ・ガーベイが加入しました。スティーブ・ガーベイ言います。よろしくお願いします。1978年2月に発売された What Do I Get はイギリスチャート37位を記録しました。1978年3月にアルバム Another Music in a Different Kitchen が発売されました。イギリスチャート15位を記録。 I Don't Mind がシングルカットされました。バンドはファーストアルバムの発売からわずか6ヶ月、ツアーの合間を縫ってセカンドアルバムの制作に取り掛かります。いやー、ファーストが好評を博しちゃったから2枚目早作れっつってレコード会社がもううるさいから、もう頑張って作ろうか。1978年9月セカンドアルバムラブバイツが発売されました。イギリスチャート13位を記録しました。本作収録のエバーフォーリンラブは雑誌 NME のトラックオブザイヤーに選ばれました。なお2018年12月11日ピート・シェリーが他界した際、40年前に発売されたこの曲を全英1位にしようという動きがあったほどファンに愛された曲でした。1979年8月末、バンドはアメリカで初のツアーを行いました。あかん、なんか忙しすぎて気持ちが、あかん。1979年9月にアルバム A Different Kind of Tension が発売されました。イギリス26位、アメリカ163位を記録しました。同月、シングルのコンピレーションアルバムシングルズ・ゴーイング・ステディがアメリカで発売されました。なかなかいろいろちょっと、薬物含め問題がいっぱいになってきました。1980年、メンバーは薬物の問題などを抱えていました。1981年、バンドは限界を迎え、活動停止します。バンドは1989年に再結成、メンバー交代がありながらも活動を続けていましたが、2018年12月6日、中心メンバーのピート・シェリーが残念ながら他界します。しかし現在も活動継続。2022年9月にはアルバムを発表しました。90年代にブームとなったメロコアシーンにも大きな影響を与えたバンド、バズコックス。今回は彼らの81年の活動停止までを見ていきました。ご視聴ありがとうございました。